ですね、久しぶりの GB4 ガンダムブレイカー4になるんですが、とりあえずこのようなモビルスーツ、モビルドールに なりました。モビルドールサラちゃんですね。モビルドールサラちゃんという名前だそうなんですが、こちらのパーツはモビルドールメイ、モビルドールメイちゃんから、派生合成して作ることができます。ちなみに必要なパーツは、モビルドールメイちゃんのパーツと、素材として、ターン A ガンダムの各パーツ、頭なら頭、腕なら腕、足なら足のパーツが必要になります。そしてですね、この背中の羽なんですけど、最初は、マイティーストライクガンダムの羽をつけてたんですが、こちらにいる、スーパーフミナちゃんの、この青い羽を見たら、羽をつけたくなっちゃったので、ウィングゼロの羽をつけました。ということでですね、今回は、DLC ミッションを、DLC1 から5まで、最近4と5が出たんですが、まで買いましたので、DLC ミッションをこのモビルドールサラちゃんでやっていきたいと思います。ミッションカウンターです。でですね、多分、1から5まで一度に買っちゃったんであれなんですけど、おそらくこれが DLC1 で、まあ、ここから順に右に2345だと思うんですけど、とりあえず、今1の、あ、違いました。ミッションカウンターです。今、DLC1 の3、あれ ?3 はやったんでしたっけ、2番ですね。2番でやったので、3からやっていきたいと思います。では、出撃します。あれ?あ、なんか、あ、こっちでしたね。ちょっと、久しぶりなので、あんまり、ボタン操作が、これが、モビルドールサラちゃん。ウィングドールサラちゃんの出撃シーンです。ちなみに、武器、武装は、ジムキャノン君の時と変えてませんので、戦い方は一緒なんですけどね。昔のシミュレーターに似たミッションって言ってたけど、どんな感じなの?チームワークを試されるってとこかな。このミッションをクリアすればメンバーの仲もより親密になれるなんて。またそういうこと言って、もういいってばその話は。ごめんごめん、ちょっとしつこかったかな。まあでもリンには後悔してほしくないって気持ちもあるからさ。え、どういうこと。気にしないで。何にせよメンバーの力を試されるってとこもあるから、これをクリアできたらクランの実力アップにもつながるよ。
よし、じゃあ全力でクリアを目指そう。いくよ。地味キャノン君の時にもマイティストライクのあのバックパックをつけてましたんで、マイティストライクの技が使えるんですが、これですね、電気的なパルスを発射して、行動不能にする。あとこの実体験による月ですね、ガード不能です。排入ですね、排入ガンダム。あれ、排入だった。あとはこのビルダーズパーツのハンマー、まあ強いかどうかはよくわかんないんですけど、なんとなくハンマーが重しを育ったのでつけてみました。ガンダムブレイカー4もこの11月、12月、1月、2月あたりでバランス調整が入るそうなので、このフロー攻撃の、まあ、強さというか、あれもバランスがなんか変わっちゃうんでしょうけど、とりあえずは DLC も5までもう出てますんで、なんとなくでも DLC は今までで終わっちゃいそうな気もしないではないですけど、もっとたくさん出してくれればいいんですけどね。そうすれば長く楽しめますので、私の場合はこのストーリーモードが好きなので、ストーリーモードの追加 DLC を出してくれると助かりますね。レッドラマなる。フェニックス、あれ、違うよ、フェニックスちゃんにロックオンしたのに全然違う方向にロックオンされてますね。あー、痛い。エネミーアプローチング、薄いガンダム、
も外れました。で、パーツがじゃなくて、ハンマーが外れました。ミッションのレベルが、まあ、推奨40ということなんで、ちょっと硬いですよね。まあ40、レベル40超えてるパーツも1個か2個あるんですが、まだ30いくつしかないパーツも複数装備してますんで、結構、まだきついかなっていうのはありますけど、トランザムいいですね。トランザム早い、早い、早すぎる。後ろは任せた。いくよ。ターゲット機体誰ですかこれ。え、今のガンダムは一体X80?どんなガンダム見ましたっけ。出会う会、出会う会3？ ごめんなさい、ごめんなさい。クマさん可愛いけどごめんなさい。
X104 ということは、ビルドストライクからですかね。ビルドストライク。ビルドストライクガンダムですよね。これなんでしたっけ。ここはどこですか。エネミーアプローチング。気をつけて。何でしたっけ、あれは。EGFX？ EG2 マグナム？硬いですね。とにかく硬いです。当たらないですね。
この透明になってる時は、ハンマーも、マイティストライクも、靴もみ玉という剣の攻撃もできないんですね。がいます。そしてですね、DLC のミッションはどの面も多分すべてウェーブ3はボス戦になってるみたいですね。何ですかあれ、なんか強そうですね。偉大ジングガンダム。名前がすごい。これ以上はやらせない。や、やらせない。そこ。捕らえた。おや。これは決まった。まだまだだよ。当たれた。はい、外れました。当たりましたね。ちょっと飛んでるんで、あれですね。攻撃がなかなか届かないというか。危ない危ない危ない。捕らえた。や、当たれ。なんか危ない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 。何ですかこれ。ちょっと。何ですかあれ。これ以上はやらせない。もう一回行きます。危ない。危なーい。
痛い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 、トッポトッポトッポ、ひどいひどいひどい、私の力じゃ勝てないの？やられるなんて情けないな。油断した、ごめん、やられちゃった。あれだよ、こっから逆転するよ。これでまた戦える。これはどこ？しまった。なかなかこう弱点に当てられないんですけど。これはもう普通もみたら対応しかないですかね。これなら当たるので。ああ、こうして考えると、ナインティストライクの普通のネタの、あ、普通のネタじゃない、ネタの電撃攻撃が結構強いんですね。あらら、意外とあっさりクリアしちゃったね。そうですね。どうしたの、意外とあっさりといえばあっさりでしたが。嬉しくなさそうな感じ。ううん、そんなことないよ。さ、みんなが待ってるから。ロビーに戻ろ。はーい。やったね、バッチリだったよ。あ、ビギニングガンダムか。ビギニングガンダム。まあ、ということで、こちらが DLC ミッションの、EX01。エクストラステージ1の3、1の3ですね。のミッションでした。どう？彼と。な、何？おっと。次やったら本気。リンに怒られちゃった。それではまた。